はい、英雄伝説黒の遺跡2実況プレイパート17やっていきたいと思います。第1部サイド A、 2月28日お昼の活動、お昼じゃねえな、なんなら27だな、27日夜の、活動で、メッセルダムの、ゼクトアーブズ社の使者にですね、潜入したところですね。この先で何かあるみたいです。あ、ボスかな。これがメイン端末かしら。随分と大掛かりだけど、これは予想以上だね。理科大学のラボに匹敵するかもしれない。これを扱えるとなるとやっぱり相当の技術者がいるはずだけど。時間も惜しい。カトル、頼めるか。うん、任せて。ピオ、ゼロス、サポートお願い。 OK カトル。この一件にクロンカイトとか関わったりしねえよな。出た。で、これって公式ラインナップにはないオーダーメイド武装の開発リストか。近年の傑作は某マフィア幹部に依頼されたニードルガンやマシンガントレット。なるほど、あいつらの武装か。うん、オーダーに合わせただ殺傷力を高めるだけでなく、いかに残虐に殺害できるかというテーマで開発。これは非常に興味深く、結果的に我が社の武装開発を新境地へ導いたか。なんて連中よ。いくらアルマーダに依頼されたからって。明らかに一線を越えてるね。ただの違法行為ってレベルじゃない。魔獣にシャードスキルを使わせようと実験していたのもそうだけど。こっちはオラショーネのデスゲームに参加した部隊のレポート。そっか。何か妙だとは思っていたけど、真の狙いは反応兵器の実験データだったのか。ここを買い取ったのは2月ほど前。そのあたりの情報を期待していたみたいだね。購入後、内部はくまなく捜索し、塵一つに至るまで分析機にかけた。いや、もうハイエナ並みでしょ。確かにこいつらなら、白昼堂々子供を誘拐するくらいやりかねねえな。カトル、そのあたりはどうだ。うん、ちょっと待って。一件ヒット。でもこれって。あらあらあら、どこのネズミかと思ったら。いや。とんだ泥棒猫じゃないの。これはいいサンプルになりそうね。確か、グリムキャッツだったかしら。使徒の解決やどもといる理由は知らないけど。そのハレンチな衣装品向いて明日の朝刊に載せてあげましょうか。想像何なのあいつ。どうやらここの責任者みてえだが。ザリー開発主任。ゼクトアームズ社開発主任のロザリーよ。会うのは初めてね。クソ解決屋の皆さん、何度かうちの仕込みを邪魔してくれたようだけど、ね、こうして訪ねてきてくれて嬉しいわ。そいつはどうも。なかなか楽しい会社見学だったぜ。数々の違法行為、倫理的問題点についてはしっかり記録させていただきました。報いはきっちり受けさせてあげる。覚悟しなさい。どうやらうちのルールを叩き込んでやる必要がありそうね。ゼクトアームズ社則第4項、ロザリー様の研究に身も心も魂も捧げるべし。ブラックキーをさながらやん。とりあえず実験台よろしくね。今度売り出す新型兵器なの。なるほど、徹底的にぶっ壊せばいいわけだな。どんだけパワハラなのよ。お前も突っ込んでんじゃねえ。ひとまずここをしのぐぞ。こんな人たちに負けられない。行くよフィオ、ゼロス。すごい数ね。気をつけなさい。実戦テスト開始。社名により排除する。ラプラスコードとか入れたいからな。まだあんまり
離れたくないな。一旦普通にマグナスラムでしょうか。切り裂け。前に出したから多分狙われない。許さないわよ。トワイライトキスをなるべくな、あそこ見てえな。逃がさないわ。あ、状態に入ってる。ラプラスコードを入れて余計な火ダメを。ラプラスコード今起動。いいねいいね、チャンスだ。あとはコインバレットで、いつでも行け。こっちだ。操作して、そらそら。いいねいいね、勝手に殴り合え。ハチ、チャンスだ。ゼロアーツ出力最大。せっかくなのでデータ数を表示するね。この機械はやっちゃいなさい。属性とか特になし。パークエッジ、まあハイドロカノンかな。決まってけよ。これな、行けカトル。行くわよ。操作してね、結局まとまっちゃったらあんま意味ないんだけどね。ジュディスさん、逃がさないわ。チャンスだ。いつでも行ける。エイト操作しないのもいいんだな、そのこと。はあ、そうだよ。行け、アイテム回した。オプティカルカノン、カトル君続いて。オプティカルカノン当たってね。くらえ。許さないわよ。砕かれたか。出力低下だよ。ジュディスさん、チュッチュッ、トワイライトキス決めて、バン。切り裂け。チャンスだ。出力全開だよ。やっちゃいなさい。まあ、いっか。オプティカルカノン外す。チャンスだ。クルーブースト全開よ。打ち込めた。しまいにしようぜ。バンドロイズライド。解放。ゲイ。はあ、やったか。こんなことが。計算ではこちらが圧倒的に優位なはず。戦力評価のミス。いえ、このクズどもが私の武器を使いこなせていれば。こっちは甘く見すぎたんじゃないですかね。人を人とも思わないあなたに負けるつもりはないだけさ。そういうことだ。あんたに人を使う資格はねえよ。さあ観念なさい。なんておめでたい連中ね。二重の備えくらいあるっつーの。何、開発中の毒ガス解毒剤が一人分しかないのが残念だけど、なんとこのボタン一つで地下フロアに充満しちゃうのよね。じゃあね、クソったれな皆さん、地獄の苦しみにのたうち回ってちょうだいな。
なんとかフィオに。ううん、私の加速で。途中のラボにあった危険物なら全て処分させてもらったぜ。面倒なので燃やすか凍結させただけですけどね。君らか。はぁ、ま、負け物。あ、歯ごたえなさすぎですね。ま、三下なんてこんなものですか。まさか噂の教会の。おいおい、聖杯の二人じゃねえか。なんでこんなところに嫌がるんだ。聖杯騎士団だっけ。去年もアルマータ絡みで共和国に来てたけど。お久しぶりですね、解決屋の皆さん。どこぞの獣じみたそっくりさんのせいで手配寸前だったというバンさんも。知ってやがったか。嫌われてんね。それが目当てとも思えねえが。ビビってんじゃねえぞ、弟弟子。だがまあ、私らがここに来たのはただの野暮用だ。アルマータの遺産についてちょいと聞かせてもらおうじゃねえか。ああ、そういうこと。うん、どうやら僕らと同じみたいだね。まさかあの聖杯騎士団まで嗅ぎつけてくるなんて。かの結社の執行者と互角以上に張り合える聖魂使い、正真正銘の化け物ども。捕らえられれば最高のサンプルだけど、さすがに戦力が。ああ仕方ないわね。こうなった以上私も手段を選びません。皆さん覚悟なさってくださいな。あ、ほう、まだ諦めていないと。で、あ、いけた。か、隠し通路。逃げられちゃったね。ちっ、どこまでもせこい野郎だぜ。おい、出てこいやこら。これはこじ開けようにもそれなりに頑丈そうな扉ですね。結社が開発した超合金製。あなたたちでも突破するにはしばらくかかるでしょう。その間に警備システムを再起動してありったけの兵器を投入すれば。ま、責任者は取り逃したけど、裁き用はいくらでもあるしね。一応欲しい情報はコピーしたし、帰る前に後片付けをしておこうか。ああ、そうだな。このままってわけにはいかねえだろう。世の中のためにもな。なんだなんだ、あたしらも混ぜろや。なんだなんだ。確かにひどいデータばかりですね。境界法に照らし合わせても非人道的かと。ちょっとあなたたち、私のメインサーバーで一体何を。あのね、その研究データは我が社の要とも言うべき、とっても大切な。見るのはいいけど大事に扱ってほしいっていうか。すごいな。これネット経由で本社サーバーにバックアップが取られてるみたいだね。やるならそちらも消さないと。そういや、キティエンジンの裏モード、お前も使えるんだったか。うん、リゼットさんにもいろいろ教わったしね。年末の一件でレンさんやエレネートもちょっと。本社サーバーとなると厳重だろうけど、あの時のハッキングツールを使えば。フィオ、自律型ハッキングモードを起動。 OK カトラ。なんとかなりそうね。へえ、大したもんじゃねえか。でもって、やるからには徹底的にってか。ま、当のご本人も雲隠れしてしまいましたし、仕方ありませんね。待って、今まで本当に大変だったのよ。あちこちの研究データを盗んだり、裏社会の連中を使って実験したり。いらんしな。嘘よね、だいたいそんな簡単に。
3%、6%、10%。ここの端末のマシンパワーも使おうか。キティエンジン展開、一気に行くよ。この6年間、私がどれだけ苦労して、やめてやめなさいよ。この日ゼクトアームズの本社サーバーは保管データを巻き込んでクラッシュした。違法性を証明する資料はまとめて警察ギルド方面に提出され、ロザリー開発主任は逃亡したものの、企業としては深刻なダメージを負ったのだった。あの主任も守れなかったわけだからね。これは徹底的に潰されちゃうんじゃないかな。キャの悪事盗ませていただきました。いいね、最後ちゃんと決めていく。警察にもグリムキャッツのカードが届いてるんだ。操作させてもらうぞ。それが全ての出入り口がロックされているようで、今日は社員の人たちも姿が見えませんし、雇われの自分ではどうすることも。ふざけやがって。こうなったら令状を手配して教室へ突入を。さて、ようやく有力な情報が手に入ったわけだが、改めて協力体制を築くってことで構わないな。お前らの方が一歩早かったわけだしな、こっちも依存はねえよ。アルマータの遺産、お前らもね、追ってるんだってな。遺産自体に興味があるわけじゃないがな、一体何なのか、そいつは確認しておきたい。現時点だと、いろいろ考えられるのよね。隠し財産にトラック、何らかの強力な兵器、正直何が出てきてもおかしくないよね。だからこそ確かめないと。まあこちらの認識と似たようなものですか。我々の目的は現状を見極め、そして遺産とやらがアーティファクトだった場合の回収です。状況ね。それ以外は興味ありませんので、皆さんのお好きにどうぞ。まあ協力し合える下地はありそうね。遺産を見つかるまでの共同戦線だところかしら。俺たちも古代物に用はね。せいぜい手を貸してもらうぜ。それじゃあ本題に入るね。ZA のサーバーにあった情報だけど、やっぱり一番の手がかりはこれかな。ウィングラス号、あのルカって少年の父親のレポートだな。うん、ゼクトアームズ社は彼をかなり詳細に調べ上げたみたいだ。理由は間違いなくこれだろうね。ロビン・グラス号、43歳男、メッセルダムの貧困家庭で生まれ育つ。10代に入る頃には下働きに出ているが、やがて薬の売人の使い走りで稼ぐようになる。 S182 新疆マフィアだったアルマータに入り以降、資材の管理調達などを任されることに。アルマータが本拠を構えてからは幹部クラスともやり取りがあった模様。末端ではあるものの、ボスがジェラールに代替わりした際も粛清を受けておらず、組織の古株として一定の信頼を得ていたと思われる。なお家族には正体を明かしておらず、妻にも日雇い労働者で通していたようだ。アルマータ構成員がほぼ完全に摘発された現在、行方がつかめていない唯一の残党である。まさかここまで核心に近い人物だったなんてね。道理で連中に狙われるわけだ。アルマータの末端構成員なら、武装を管理していた唯一の残党とくれば。ま、確かに何か知っててもおかしくはねえな。こいつを探し出して聞くのが一番手っ取り早そうだ。ええ、ZA もそう考えていたようです。それともう一つ気になるレポートが。詳細な解析の結果、アルマータはそのパーツを最後の鍵、赤のフラグメントと呼んでいた模様。状況的にこれこそがアルマータの遺産であり、ロビン・グラス号が持ち去った可能性が高い。故障からして古代物の可能性もあるが、ロザリー開発主任の推測では。最後の鍵、赤のフラグメントか。随分思わせぶりな名前だけど、でもこれで。ああ、実在すんのは確かってことだ。この名称、やっぱ異物っぽいが。
可能性は高そうですね。しかし仮説通りそのロビングラス号が持ち去ったとして、彼はもうメッセルダムにいないという可能性は、確かにそれもありえそうだけど、彼はメッセルダム育ちの土地勘もあり、隠すのはかなりうまかったようです。 ZA も市内外に潜伏していると見て、手当たり次第に探っていたみたいですね。うん、加えて理由があるとすれば家族か。あいつの話とも辻褄は合うが、いずれにしてもその男の居場所を探るってことでいいのよね。ギルドも警察も見つけられてないわけだし、一筋縄じゃいかなそうだけど、うん、これが ZA が洗い出した彼の行動パターンなんだけど、この中のどこかに隠れが、もしくは抜け道があるんじゃないか。あの人たちはそう考えて市内を調べ回っていたみたいだね。なるほどな、そいつは助かるが。パークハイツ、メッセルダム礼拝堂、ストー商会、大衆浴場落下、シネマエクステル、ホテルノースシー、クラブバラクーダ、メッセルダム高台、地頭台、第3、帝東殿かな、近辺の倉庫街、見方が分かりませんね。運河及び用水路全般、蒸気を結ぶ経路上全般。なんて読むの？そうだね。いや多すぎでしょ。全然絞り込めてねえな。これを一つ一つ潰してたら終わらねえぞ。やれやれ仕方ありません。我々も一肌脱ぐとしましょうか。テリスさんは結構ですよ。見るのは苦手でしょうし、レイシくらい私だってやるときはやるっつうの。まあでもお前の方が慣れてるしな。わかった、ここは任せる。そういえば去年の異変の時にもやっていたけど、そんなに都合よくわかるものなの？ええ、まあ本来は霊的な気配を探る技なんですが、応用すれば隠し場や隠し通路くらいは探知できるでしょう。それはまた便利っつうか、広域のシャードサーチに近いものなのかもね。ピオやゼロスのサーチモードも使えるだろうし、手分けして探ってみようか。メリオンの霊視は広範囲をカバーできるため、大きな施設を中心に当たってもらい、ピオやゼロスもうまく組み合わせつつ、多岐にわたるポイントを確認していくのだった。そして、残る候補は一つですね。ええ、裏通りにあるクラブバラクーダ、地下にあるあの店か。昨日訪ねた時にはそれらしい気配はなかったが、どこかに巧妙に隠されてるのかもな。よし、最後は全員で当たるとすっか。いよいよ大詰め。向かう前に装備をもう整えておくとしましょう。そうね、もし当たりならしばらくはかかりきりになりそうだし。そうだ、その前に撮影現場の方に顔を出してもいいかしら。昨晩また監督があれこれ言い出したらしくてね。ミナたちの撮影順調だといいんだけど、僕たちも一応関わったし、確かにちょっと気になるかもね。そんじゃあまずはそっちを覗いてから地下クラブに向かうとするか。ばらつき始めたわね、雪。今日は冷えるね。積もらないといいけど。僕は相性的に雪は好きですけどね。降りつけないか。まあ風情があって私も嫌いじゃねえ。なるほどね。というわけで、ここでは、なんとセリスと、そしてリオンが、パーティーに加わって、一緒に行動してくれるみたいです。レベル20で相当高いので、ここは一旦ね、パーティーというか、まあ、戦闘メンバーに加えて運用してみてもいいかもしれないね。リオンがアーツ使いっぽいかなってなると、こことここ入れ替えでもいいかもしれないな。まあ、ラプラスコードがあるんで、まあ、ジュディスと切り替えながらやっていく感じにしましょうか。初手こっちにして、コード貼って、ジュディスと入れ替えでもいいね。はい。じゃあ、まずね、また次回改めて、2月28日昼のコードを、やっていきたいと思います。
おそらくまたね、隠し要素というか、まあ、店の更新はないみたいですが、まあ、見ての通り 4SPG も出ているみたいなので、まあ、そのあたりもね、含めて片っ端見ていければなと思います。では英雄伝説クロニティクス実況プレイのパート17、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てくれなー。